島ならでは、カマキリ拳法対カポエイラという非常に面白い戦いが始まろうとしています。まさにガッツ藤島、歴史のある中国武術とブラジル伝統の技が真っ向勝負、そんな戦いが今までにあったのかどうか。宙を舞い敵を襲いかかる、カポエイラが鳥ならば下からカマキリが挟み切る。瀬戸信慎介、カポエイラ代表、ブラジル、マーカス・レロ・アブレリオ。どの大会でもこの巌流島では鮮烈なインパクトを残しています。マーカス・レロ・アブレリオ、カポエイラ戦士。赤方 78.0kg、 討論権代表、日本、瀬戸慎介。ご覧のようにカマキリ拳法の使い手であります。前回大会の菊の尾身川戦がとても印象に残って、自分はあのように相手のいいところも出し、自分のいいところも出し、そして決着をつけたい両者の対戦です。まあ谷川さん、はい、興味深い戦いですね。まあ、これぞ巌流島っていうカマキリ拳法なんて、本当にあの、ゲームの世界ですよね。本当ですね。本当天下一武道会の世界ですよね。その中で谷川さんはどのあたりを一番の楽しみにするんですか。まあ、噛み合えばすごいなと思いますけど、お互いにというか本当に出るかどうかなんですよね。さあ、このファーストコンタクトです。間合いを詰めてきました。これあの瀬戸選手は、はい、今回会長で規制を、はい、規制を発しながら戦ってきましたね。なるほどなるほど、ブルースリーみたいな、練習中にも随分大きな声を出していたという。足の感覚、無知のようにしなってきます。あれ一発もらうとそれで終わりますよ。そうですね。こういう選手はですね、周りが開けば開くほど当たる可能性がありますから、はい、この辺はね、勇気を持って前に行かなきゃダメなんですよね。瀬戸は前に詰めたい、はい、瀬戸選手はね、本当ね、安全と危険の間のにしかチャンスがない。もう危険なところが出てきました。最後の外で押し出していく。これはよくエロアブレリオ、パンチ一瞬効きましたからね。あれ食らってきましたからね。だからね、押し出しっていうか、はい、あの力で押したんじゃなくて圧力で押しちゃったんですね。今アブレリオパンチも上手かったですね。さあ、こうなると瀬戸にしてみれば今のパンチも要注意。足を持っていきました。今度は膝がある。膝も、これエロアブレリオは本当に足だけではないぞというところを見せつけます。上になって、そしてご覧のようにパンチ。危ない危ない、瀬戸がちょっと苦しくなりました。瀬戸が苦しくなりました。かなり強い、これはパンチが入っている。そのまま決まりました。選抜が2勝ということになりました。日本は1勝です。まずいこれ、まずいですね。次の田村選手負けたら、ちょっとこれ大事な副将戦になりますね。